ボルチモア・ワシントン国際空港はアメリカ合衆国メリーランド州にある空港。ボルチモア市から南南西へ約 16km に位置し、現地では BWI 空港もしくは BWI マーシャルと呼ばれている。黒人初の最高裁判所裁判官であるサーグッドマーシャルにちなみサーグッドマーシャル空港とも呼ばれる。なおサーグッドマーシャルは 公立学校での人種差別を意見とした、ブラウン対教育委員会裁判の原告側の弁護人でもある。アムトラックのアセラエクスプレスが乗り入れており、首都ワシントン DC の第3の空港として機能している。アムトラック BWI 駅は空港ターミナルからおよそ1マイルのところに位置する。ターミナルからは無料シャトルバスが利用できる。BWI 駅は アムトラック北東回廊路,路線上にあり、マークのペンシルバニア線が停車するが、週末は運行本数が極端に少なくなる点に注意。ボルティモア市内、ワシントン DC、ニュージャージー、ニューヨーク方面への列車に乗ることができる。約10分でボルティモア市内ペンシルバニア駅、35分でワシントン DC ユニオン駅に到着する。最低1時間に1本以上。 ラッシュ時にはそれ以上の列車がある。ライトレールボルティモアライトレールメリーランド交通公社はライトレールを BWI 空港ターミナルから走らせている。国際線ターミナルを出て扉19のところに位置する。ボルティモア市内アナランデル郡ボルティモア郡へ行くことができる。ボルティモアではさらに路線バス、地下鉄、マークへ乗り換えることが可能である。 ボルティモア市内まではおよそ30分である。ピーク時には20分置き、それ以外は30分置きである。切符は空港ターミナル内にある、券売機で購入する。将来計画メリーランド州入局は、ワシントン地下鉄緑線を、グリーンベルト駅から、ハワード郡を通って、BWI 空港まで延伸するという構想を、発表している。ありがとうございます。